してもお伝えしたいこと1点でございます。約30秒ほどで終わります。よろしければ最後聞いていってやってください。このタイミングでどっか行かれるのは寂しいです。はい、もう見てる通り僕たち2人大道芸人でございます。先ほどもね申しましたが、多分今初めてね来られた方もいらっしゃると思うので、改めて本日は僕たち九州は熊本県の方にやってまいりました。で、日本国民の方ならご存知のことだと思うんですが、僕たちの住んでいる熊本県、とってもね大きな災害に襲われてしまいましたんですね。平成28年熊本地震、僕たちの住んでいる熊本県に襲われてしまいました。僕たち2人もね被災者という立場でございます。でもですね、皆様の度重なるご声援とご支援により、今熊本県復興の道をたどっております。で、僕たち2人がね熊本県を代表するという言い方もおこがましい話なんですが、それでもね皆様にきちんとお礼を言わせてください。本当にどうもありがとうございました。ただですね、ただこれをずっと続けていくためには、皆様のお気持ちを示していただかなければなりません。でね、あの僕たち2人これをね決して遊びでやっているわけではございません。これを生業としております。これで生計を立てております。で、皆様のねそのお気持ちというのは、いやいや、あげてもいい、分かりやすい形に書いていただきたいなと思っているんですよね。この時点でね、ご理解ご察知の方たくさんいらっしゃるとは思いますが、もうせっかくです。もう最後、もうあえて、もう言わせてください。もう皆様のそのお気持ちは、折りたたんで入れていただけたらと思っておりますので、その説が伝わった大人の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、オチもこれほどまでにして、ナニコレイが一度パフォーマンスきちんと締めたいと思います。最後までお付き合いしていただき、ありがとうございました。で収まるわけがないと思いましたので、本日は、ね、特別に相方の方にですね、あの袋の方をご用意させてもらっておりますので、もうこちらの方いっぱいになる方は絶対構いません。どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ナニコレ劇団でございました。どうもありがとうございました。